猫ぜひに来てくださるぜひらの方々が、はい、結構こうお悩み相談してくださること多いかなと思うんですけど、はい、多いですね、多いですよね、はい、で私もオープニングでよくお二人にいろいろ相談させていただくので、うんうん、はいはい、こうたまにはお二人の悩みもちょっと相談してもらえたらなって思ったんですけど、うんうん、あ、磯貝にね、はい、逆にね、はい、なんかありますか春日さん、磯貝に相談したいこと、うん、まあ、悩みというか、うん、まあ、交渉してもらいたいなってことはあるね。お、交渉、はいはい、うん、行きつけのね、中野のコサージュっていうね、ニューコサージュじゃなくて、あ、そう、ニューコ、間違えた、そうだ、怒られるんだよながっかりだよそれは春日がね、コサージュってニューコサージュねって言うなんだよ、あんま言ってないから部長に怒られちゃう、部長に言っちゃうんじゃないの。そうね、だからコサージュにこう、うん、そうだな、季節ごとに1回、うん、季節に1回ぐらい行きたいのよ。なるほど、つまり1年で4回ぐらいは行きたい、うん、4回ぐらいはこう行かせてもらいたいんだけど、うん、はいはいはい、この間ね、この久しぶりにこう顔出したら、うん、その後家帰って怒られたわけですよ。やっぱ怒られた、ね、怒られたね、うん、スタッフさんと行ったんですよね。そう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 、仲のいいスタッフさんの中野でね、うんうん、まあ、事前に言っとけばよかったんだけどね、あ、流れで行っちゃったから、はいはいはい、うん、ちょっと怒られまして、あ、まあ、それ以来こう事前に言うにしてもなんか言いづらいじゃない、もうもはや言ったらいいみたいなことは言ってたのよ、はいはいはい、そのね、その家帰った時に、はい、とりあえず言ってくれと、うん、言わないで行くことはちょっと勘弁してくれみたいなこと言われたんでうん、うん、それをだから磯貝くんからこう見てますから、はい、ね、久美さんが、うん、毎週ちょっとそのコサージュにこう行かせてくれみたいなことを言ってもらえれば私が言うと、うん、そう、ダメに決まってんじゃんみたいになるけど、うん、そう、磯貝くんかなんかこう、こう交渉ね、うん、だけどでも俺話聞いてて思うね、うん、また近いうちに週刊誌あるね、これ。いや、ないわそれはないよ